お疲れ様です、ボールです。本日はですね、前、片焼きそばとやったように、ちょっと D 呼んでますんで、D とね、パープルをしようかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ対戦ね。はい。うん。多分、二人と、感染はやばいよ。これルーキーして押して、それで丸押して。うん。で、お前どこでも好きなとこ。ああ、まあ、そっち阪神だと思います。まあ、阪神やな。じゃあ、巨人。はい。阪神対巨人っていう。じゃあ、ストップで。ストップ。じゃあ、俺先行、まあ、高校やな。はいはいはい、これ、丸押して。で、東京ドームなんかあんま好きじゃない。ほう。偏見やな。甲子園球場でいいから。ああ、まあ、いいじゃん、いいじゃん。うん。お前は先行やからおかしいけど、高校がビジターみたいになってる。まあええけど。で、まあこれでええやろ。これでええわ。はい。で、じゃあ俺は、どうしようかな。まあオーダーあんまりいじりたくないねんけど、これでええかも。これでええわ。いじられへん。うん、で、お前これ、オッケーな。オッケー。ええやろ。いろいろ江藤とかおるよ。まあいいけど。これええわ。これめっちゃ強いドリブル。ほんで、丸押して。で、これで試合開始。はいはい、はい、じゃあ、俺最初バッターが先行やな。あ、まあ、またそれ分かると思って。おぉ、うん。いや、俺、これ、パープロやったことないから。で、それ、投球練習できるから。あ、そうだ、うん。あ、すごいすごい。斜めとかもあんだけど、斜め下とか。あ、そうだ。これ、スクリューとかも。へぇ、投球練習うん。これ、スクリュー。まあ、こんな感じでこう、こう、斜めに曲がっていく。なるほど。うん。感じですね。H スライダー。H って何？高速スライダー。スライダーって130。はいってこと？まあそういうことやな。ほぉー。カーブもあるわ。はぁ、あ。これ工藤やん。工藤君やぞ。おぉ。まあええわ。おぉ。あ、やったぁ。こっす。あ、すごい。投球3球目打った。あ、打たれた。オッケー。これ勝手にオーケー。あ、勝手にだね。お、今回はオーケー。俺赤星や。猛攻打線爆発ちゃん。そう。そうなんだよ。兄それは振れへん。あ、うん。あ、そうへん。やばい。そう、あーだめ。おおおっしゃ、伸ばしたらいいよ。いいやけよ。これ伸ばしたらいいやん。早いな、ストレート。遅いか。第2球を投げた。おら、キャッチャーフライ。浜村。キャッチャーフライじゃん。キャッチャーそんなとこおれへん。おし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 。点入った。やばい、嘘。しゃあ。嘘やん。渡しとけや。頑張れや、おい。頑張っとけや。あ、飛んだ、飛んだ。下手人とか無理やろ。よっしゃ、下手。俺、下手くさいから取られへんねん。あ、あ、でも。ちょ、俺も安心なの。はいはいはい。オッケー。わかった。もうこれ、うん。いいわ、やで。うん、頑張って。あ、これ、教師ってどうやるんですか？R1 押して。あ、こう、こう。うん。よし、来い。行くよ。ああお疲れ。俺下手かも。いや、どうやろう、俺も下手や。ずっと。お互いルーキー設定でやってる時点で微妙や。確かに。でルーキー設定でやらんと、この投手戦みたいなのが。え、でも全然当たらんねん。うん。なんで練習。あ、来た。フライ。これフライ。ホームランじゃん。残念、そこは赤星。ホームランじゃん。ホームランちゃうよ。東京ドームやったらな、ホームランだ。あ、いけた。あー。あ、抜けたよ。抜けたな。オッケー、だって結構強振であんな、まあまあ出られてるから。あー。清原。お、清原清原かんない。清原あかんのじゃん。これモザイクかけたから。シャブやってたって。清原はちょっとモザイクで攻めたいね。なんか、モザイク動いてくれへんな。あ、清原三振やした。清原やん。あ、終わったよ。当たり前やん。雑魚。それやぶあるやつ。このでも難しいな。あれ。あ、危ない。うわ、もう早い。でもあれスライス出へん。ファール。ファールやで。おら。
ファウルじゃん。ホームラン、ホームラン。ホームラン？あー。さあ、惜しかったなぁ。こんな感じです。なるほどね。これか、矢野監督。スライダー。ああ、真ん中か。お、おしゃ、弾いた。弾きよった。そう、そう。おっしゃ。藤本はちょっと期待できへんからな、今。ああ。これだと早いよな。あれ？なんか。ファール、これファール、これファール。これファール。ファール判定うるさいね。これは抜けるよな。あ、満塁や。あ、嘘。お、お、お、じゃ次、ピッチャー、井川。あ、まず。三振やろ。いや、そんなことない。あ、まず。ミートカード、ちっちゃ。あ、おっしゃ、いいぞ。アジナ、まだ。アジナ、まだまだ。今岡のミートカードだったらでかい。あ、今岡や。今岡や。今岡や。救世主。あったな、それ。あったあった。あ、まず、まず、まず。満塁で手配などガチの阪神やん、これ。おし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 。ああ、やばい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 。みんな悪い、みんな悪い。やばいやばいやばい。あ、やばいやばいやばい。手が弱い、俺。おっしゃ。オッケー。何これ、何これ。何これってヒットやで。ヒットやな。よっしゃ。え、こんなに巨人弱かった？俺の弱い。いや、俺の知ってる巨人じゃない。あ、ミスった。どうですか？お、アニキムラじゃん。アニキムラ。あれ？ホームラン？アニキムラや。ホームランや。おぉ！ごめんな。いや、俺ドラクエまだ強いけどね。これはな、弱すぎる。え？逆殺やん。ほんまに弱いやん。え、なんか、ピッチャー変える？お、なんか、タイムや。タイム。三角。タイム。あれ三角や。あ、じゃあスターだよね。で、投手選んで。これか。うん。で、工藤のとこカーソル出て。あ、うん。どこで、どうやったの？な、左押して、ちょっとやらして。おお、はいはい。当てられへんわ。どれか選んで、誰にする？え、じゃあ工藤。工藤いや、工藤もできて、投げて。じゃあ工藤、投げてますよ。そうだよ。え、ちょっと、ピッチャー。あ、じゃあ、ちょ、もうだま。巨人も知らんけど、うん、よし、じゃあ前田にするわ。あ、前田な、おったな。うん、前田するやん。前田にしたらここにカーソル行くから、ここと交換するから取る。はい、これ前田でも調子悪いけど大丈夫。あ、お前全然違う。丸押して。じゃあそれキャンセル。ああ、あ、じゃあ好調そうなやつでこいつにするわ。真田な、おったな。真田今うどん屋やってる。そうだ。めっちゃ詳しいよ。うん、これでいいな。プレイ、丸。プレイな。で、これも投球練習いい。おぉ、はいはい。あ、横ね。なるほどね。うん、オッケー。それ三角で別にやめれる。はい。うん。浜中や。うわ、なんで打つの？浜村。なんで打つの？浜村。やっぱ金本パワーエグい。打つなよ。いや、打つよ。球打つゲームや。あ、来た。こいつエグいな、スライム。何件買ってんの？お前スライダー好きすぎるやろ。あか。お、フィルダーチョイス。二塁走らんかった。で、お前三塁やと三塁踏んだんやけど、一塁も間に合わんかったって言う、それだけ。あ、それ、スライダーきついな。なんだ、消えたの？危なっ。これちょっと悪意感じるで。いや、全然今のも押しなかったよ。あ、そうなんや。あ、まだ満塁やったけど。なんであれ横行くの？俺、だって悪意ないねん。いや、あれしゃあない。なんであんなんだろう。嫉妬してんの。あ、しまった。最悪や。いけた、じゃあ。あー、でも1点入った。あ、ほんとだ。まあまあ。ゴロだよ。一塁に投げるとか三塁に投げるとか。あ、それ勝手に守備だよ。あ、勝手にやってくれるのよ。うん。あ、くそ。ファーうるさいよ。やばい。三振。おっし、チェンジや。
いやいやいや、よかったな。あっ、大丈夫。こっからもう14点だよ。テタジーにはほんまにやばい。絶対出したら、こんなボール気味に取ったら。びっくりした。今の嫉妬って言って、びっくりマーク出たら、あれ嫉妬やねん。うん、意外に打ちにくいけど。あ、そうだ。うん、第3球を投げました。打ちました。まずフライやろ。なんでフライとか分かる。ホームランとか。いや、なんか軌道とかで。もう完全に振り遅れてるやん。あれ？振ると思うんすね。むずいなぁ。難しいよな。元木やで、これ。あ、違う。なめっ。元木、なめてるやん。うん、あれ、ね、あれうんって。お疲れ。あ、シェイムだったよ、俺。あれまあ、井川でええわ。まあ、井川や。これ、ピッチャーやろ。あれ、やばいじゃん、やばいじゃん。やばいな。井川のスリーベースとか初めて見た。井川ってそんなあだね。いや、だからピッチャーやから、バッター的には弱い。弱いよ、めちゃくちゃ。あ、しまった。ほら、これ入ったやろ、ね、先ああ、ペタジー動いてなかった。やる気ないやん。タイ前の終了前、切れねえでよ。むずいな。むずいな。あ、振るつもりなかったのに。それくらい。シュート好きすぎるやろ、お前。当てるわ、お前、そんなもん。ああ、こっちだって、オートだ。守備の時は逆に何もせんでいい。何もせんでいい。何もせんでいい。触らんで。シャリキあー、おい、走れや、おい。これ、巨人の外野、ほんまに、この時、ボロボロやったからね。あ、そうだ。あの、みんな4番バッターみたいに並べてるから、締め無視やん。え、誰じゃあ、これ、今弱いんで。あれ、この時期の巨人やから弱い。じゃあ、強いで。お、おい、喋りながら投げてる。あ、ごめん、ごめん、ごめん。最悪。おい、もう、ええやん。いや、ごめん、事故や。木山村。あ、やばいじゃん。木山村。あ、行ってない。木山そんなパワーない。行ってないけど。まあ、赤橋由伸よ。由伸よ。24番やっけ。うん、そう。ピヨってのが。うん、あいつの、あ、これあれ安村ちゃう。有村。あ、くっそ。阪神ってみんなパワー B とか言うの。でもアリアスは A でも A と思う。甲子園でかいとかするわけだよ。あ、それはある。タイムするの、なんかピヨってんだよ。あ、なんか真田かやんの。変えるわ。一回一回投資使ってる。おらんくなんの。え、でもピヨってるからあかんのかな。やっぱあかんの。川原。いや、そいつも抑えへんだけど。そうだ、え、だから絶好調やから。いや、まあいいよいいよ。すぐスタミナくなんで、こいつ。あ、そうだ。うん、フォーク。いや、見たらわかるし。おっしゃ。おしフォークブラやフォークブラやあ、ちょっとファールかあ、ファールめっちゃすくい上げた思ったもんあ、これあかんわあ、いけたわ巨人守備ゴミやん14対0そやな、まだ3回やしなんだよ お互いオートやもんさいや、うん、何コーチだろオッケーオッケーやなあ、いけたあ、あ、でも、とはいえ、あ、あ、無理入ったよ、あかんか、あかん無理です諦めなさいペタジーの守備では無理やお前が諦めろ1点ぐらい入れたんだなそやな、1点返して。あ、何してんのお前たちから。じゃあ、なんかタイミングかな難しいね。あ、これは打ちにくいと思う。今の嫉妬やし。うん、え、むずいな。むずい。強振とかやめよ。うん、やめたい。そのせい。そのせい。それはあるかも。あ、そのせいやったかもな。おお、ちゃう、知らんが。なんであいつ今、棒立ちとった首にすんじゃん首やろ
あかんな、これミートカーズ思い出したから。あーもうやばいやばいやばい、あー強振やめよ、もういやもうこすりとすんな、強振しとけ俺ずっと強振やんプロ思ったあれおー来たんじゃん、いやまずまず満塁や満塁や、あーしかも次強打者ちゃん高橋よしるげ熱すぎるなぁ。あ、来た。おっしゃ、ゲッツー。あ、どうも、手が入った。あー、抑えで。しゃしかも一塁間に合わんかった。阪神の守備ひどいな。もう薬物くれ。慣れてる、慣れてる、慣れてる。あれ、清原、打つやつじゃん、もう。打つやつや。なんで？お疲れ。薬やってる。私もやってるから。さっきベンチ裏で決めてきた。ちょっと待って。いくね。もうやで。川原行け。川原行けってポケモンみたいに言うの。行け川原。甘いんじゃんお前。あめっちゃ行くよ。赤星さんめっちゃしゃやん。わかるやろ。おお、え、もう三塁やん。こう鬼やで、ね。多分、この中で一番早いまである。あー、クソボールだった。しゃ、兄貴、兄貴。ああ、やばい、1点入る。あ、じゃあす。阪神ボロ勝ちやん。阪神ボロ勝ちやん、これ。リアルやったら気持ちええのか。気持ちええな。16対1やで、ね。今日は勝っとったからね。おお。フォーク打ちにくいなぁ。それは大きいな。マジで。ああ、そう。これやばいな。ああ、でも。まあまあまあ。うん。そして迎えるバッターは今日絶好調のアリアス。セットから投げた直球見送ってもインコース際どいところ。あっ、奥本さん。投げた。おっ、おい、これだ、来た、あタッチアップ、ダチョン、あ、3塁まで、いけてる、いけてる、補給してから走ったらええねん、あー、そんなのある、タッチアップ、あー、なるほど、もう俺、あれ、ロストボール苦手やわ、あ、これはきつい、いい球、おっしゃ、ちょっと上回ってきた、ちょっと上回ってきてるわ、ちょっと上回ってきてると思う。パワー。うん。上回ってきてる。ペアや、ペアや。うん。上回ってんじゃん。上回ったわ。バッターはピッチャー、リアは。投げました。ダイヤ前進です。ストライク。これはボール。直球外れてワンエンドは。投げた。アウトサイドストライク。バッター追い込まれました。さあ、4球目。あっ。上回ったよ。おっしゃ、嫉妬やから打たれへんかっただけじゃん。あ、そうそうなんだ。おっしゃ、3点に抑えた。抑えれてないね。ペタジーリーで、ペタジーリーで、ホームラン45やねん。やっぱ3割2分2厘やん。これで42本ベリーガル。勝手に言っとくよ。ペタジーリー、ほんでお前、普通強心やねん。あ、そうだ。そらな。あ、そうやな、うん。ありがとう。めっちゃ意外コントロールやな。やっぱキャッキャに掘れるな。キャッキャに掘るから。あ、これ意外ポテンヒット。あ、なった。ポテンヒット。ポテンヒット。元気かお前。元気ならばの時代ってあったのやな。あったな、それ。オッケー。いや、これは残念。あーあ、やばい、ゲッツーちゃん。ああ